ソハンミョウは、高中木をさむハン木ョウ科に分類される、カブトムシ。ハンミョウの一種。全長は1 3ト、mm、ル前後。小型のハンミョウ。体は黒色だが、上羽の両脇には白色の門があり、稀に、上羽介護部周辺に赤色門のある個体が出現する。頭部等には、鈍い金属光沢が見られる。成虫は年に1回。 6から9月頃に発生する。成虫の状態で越冬もすると思われ、寿命は数年にわたる。詳しい生態については分かっていないことが多いが、岩手県の昆虫研究家など、この昆虫について研究を行っている人もいる。さらに2018年、おそらく世界初と思われる本種の捕食シーンが岩手県の昆虫研究家によって撮影された。 分類に関しては、以前は、半苗化とされていたが、現在ではオサムシカ半苗化とする考え方が多くなってきた。ユーラシア大陸東部や日本に分布する。日本国内では、北海道九州にかけて広く分布するものの、生息地は極めて局地的。また、生息地内での個体数も、非常に少ないものと思われる。 生息地の環境としては、林などでも見られるようだが、明けた砂地に多いようで、まばらに低い草が生えているような場所を好む。ある生息地は公園のようになっており、人の行き来が非常に激しいような場所でも見られるようで、ある。ありがとうございます。